廃棄予定だった道後温泉本館の貸し床をリメイクしたおじゃみクッションが完成し、松山市社会福祉協議会が2日市に送りました。道後湯の町の道後温泉本館前で行われた贈呈式では、社会福祉協議会の村上博史会長が西泉昭雄副市長に本館休憩室用のクッション30個を送りました。市道後温泉事務所によりますと、浴衣は年間およそ70着から80着を廃棄し雑巾にしていました。市と社会福祉協議会が活用方法を検討し、女性クリエイターグループ和音ファクトリーが湯玉模様を生かしながらワンポイントに色かすりを取り入れたクッションを考案しました。障害者就労支援事業所や高齢者グループがそれぞれ染色や縫製を担当し、4種類合わせて100個を作りました。高齢者グループや障害者施設で作業するということで、可愛いけれどもあまり仕立てが難しくならないように、裁断もすごくシンプルで、やりやすいものということで、そこはこだわって作家さんと作りました。はい、いいひとときを探せるようにと思いを作りました。ほら、足の悪い方とかね、ちょっとお昼寝するときとかね、その度にちょっと枕にするとか、お尻の下に透けるとかね、して使ってもらったらね、嬉しいなと思ってますけどね。本館1階売店でも1個2200円で販売していて、売り上げは社会福祉協議会の福祉事業に充てるということです。